して酒場や食堂は情報の集積地となる。人の集まる場所にはそれだけ多くの声が集まるからだ。機械の手足を持つ彼女もそれを求めこの店を訪れた。賞金稼ぎとして標的の手がかりを探さなければならない。
わね。この場所、ケイジについて話しておきましょうか。ケイジはとても巨大な建物よ。あなたが目覚めた場所も、今いるこの砂の領域も、全体のほんの一部に過ぎないわ。本当に謎の多い建物で、ほとんどのことは誰にも分かっていないの。誰がケイジと呼んだのかさえね。Thank you.
気にかかっていたのね。そんな体で荒野を旅するなんて。ともかくこれで三つ目の記憶も修復できたわ。次の物語を回収できればこの杖の物語はおしまい。行きましょう。最後の記憶に入れるはずよ。